マルシャモーターズは、ロシアのスポーツカーメーカー。マルシャ F22007 年に、モトレーサーで、TEB タレントのニコライ・フォメンコが、起業家、アンドレイ・チグラコフ、エフィム・オストロフスキーらと共に設立。マルシャブランドでのスポーツカーの製造、販売などを手掛け、2008年12月に、ソ連ロシアを通じて、初のスーパーカーとなる、マルシャ B1 を2009年に、 マルシャ B2 を発表した。2010年5月には、モスクワで SUV のマルシャ F2 を発表した。2014年4月、自動車事業の廃止を表明。後日する F1 チームの所有権も別会社に移すこととなった。マルシャ MR022010 年シーズンは、F1 チームである、バージンレーシングのスポンサーとなり、その年の11月には、 バージンレーシングの株式を過半数取得し、F1 チームを所有するようになった。2011年シーズンは、コンストラクターとしては、バージンのまま、チーム名のみ変更し、マルシャバージンレーシングとして、F1 に参入した。また、チーム国籍はロシアに変更した。2012年シーズンからは、チーム名を、マルシャ F1 チーム、そしてコンストラクターも、マルシャへと変更し、 完全なマルシャの F1 チームとして参戦。ありがとうございます。